闇色竹は、ベニ竹かチチ竹属に分類されるキノコの一種。傘は、直径1.5から5センチメートル程度。幼児は、半球形であるが次第に開いて、ほぼ平らあるいは浅い皿状となる。表面は湿った時には、弱い粘性があるが乾きやすく、乾けば多少粉状をなし、肌色から淡い大褐色を停止、時に不明瞭な闘心炎上の関門を表し、 表皮は剥ぎ取りにくい。傘柄の肉は硬いが脆い肉質で、ほぼ白色を呈し、傷つけても変色することはなく、弱い辛みがあり、具和薬油のエチルアルコール溶液を適化すると、ゆっくりと暗青緑色に変わる。生のキノコには独特の甘い香りがあるが、この匂いは、キノコが乾くと失われる。ひだは柄に、自家製内視上昇し、 三つでクリーム色ないし泡大々褐色を停止、分岐や連絡脈を生じない。柄はほぼ上下胴体で、長さ2から6センチメートル、計4から8ミリメートル程度、傘より、色が淡く、中空である。傘、柄、だのいずれも、新鮮な時には白濁した水っぽい乳液を含むが、この乳液にも、弱い辛みがあり、空気に触れても変色しない。放子紋は、 淡いクリーム色を呈する。胞子は甲卵系、ところどころで連絡あるいは不規則に途切れた世上の流気をこむる。傘の表皮層はわずかにゼラチン化することがあり、傘の表面に平行に捕捉した菌糸で構成されており、個々の菌糸の末端細胞は時にやや立ち上がっている。夏から秋にかけ、カバの貴族の樹花の地上に発生する。カバの貴類の生きた細根に、 外星菌根を形成して生活しており、培養は難しい。北半球温帯以北に広く分布しており、ニュージーランドにも産する。日本では、富山及び北海道からの最終記録があるが、その他の地域でもカバの貴族の樹木が生育している、場所であれば発生している、可能性がある。長寺父竹は、キノコの外貨にや、 色調、大きさなどがやや類似するが、匂いが闇色竹のそれとやや異なること、傘の表面に現れる同心炎上の関門がより明瞭であること、肉や乳液に絡みがないこと、カバの貴族に限らず様々な樹木のもとに発生することなどの点で区別できる。匂いは乳竹はより大型かつ安食で、傘には明瞭な関門を備え、肉には カレー粉のような強い香りがあること、乳液が全く辛くないこと、カバノキル以外の様々な樹木のもとに生えることなどにおいて異なっている。本種と同様に、ココナッツのような香りを有するキノコとして、ラクテリアスココシオランズメソブンが知られている。闇色竹とは、傘や柄はより赤みが強いこと、傘の表面がゼラチン質に覆われて著しい粘性を持つこと。 カバの貴族以外の紅葉樹、新葉樹からなる林内に発生することなどにおいて異なる。この種は北米から記載されたものであるが、日本ではまだ採集されていない。少なくとも有毒ではないと言われ、食べられるという説もあるが、多少とも辛味があるために食用として利用されることは少ないようである。ただし、スコットランドでは市販もされているという。また、 中国においても、食用キノコとして市場に並ぶとされている。日本では、食用として利用する習慣はない。フィリップス、アールチョ、マッシュルームズアザーフンギオブグレート、ブリテンヨーロッパ・アイリッシュ・ブックセンター、1989年 ISBN978 から03302642419マクナブ、RFR。 1971ザラスローチーオブニュージーランドラクテリアスニュージーランドジャーナルオブボタニー9、46から66村田 Y 1978ニューレコーズオブギルフンギフロム北海道ジャパントランザクションズオブザマイコロジカルソサエティオブジャパン19 249から254メソブン a ス。 1985ニューインタレスティングスピーシャスオブラクテリアスフロムカリフォルニアマイコロジーア77 473から482ミリケンダブリューブリッジウォーター SND スコティッシュプラントユージズラクテリアスグリセオスマスフローラケルティカオンラインデータベースロイヤルボタニックガーデンエディンバラアクセスト2008フェブラリー11 1 x h 2000A タキソノミックスタディオンサムコマーシャルスピーシーズインザジーナスラクテリアスフロムユンナンプロビンスチャイナアクタボタニカや何か22 419から427ありがとうございます